そしてまた
生活の中での物価高に対する不安、特にこの暑い暑い夏から大きいただくのが電気代に対する不安です。エアコンがなければ過ごすことができない。でもエアコンをつけてみると電気代が高くなってしまう。大丈夫だろう、そういう不安の声を多くいただきます。この夏エアコンを安心して使っていただくことができるようにという思いからも、電気代の値上げを抑えて、それを私たち東電業は取り組み進めてまいりました。その中で先日、岸田総理より電気代の値上げについても新しい枠組みを作ってしっかりと抑えていくということを約束をいただきました。しっかりとこの新しい枠組みを具体的なものを進めていきます。安心して過ごしていただくことができるように値上げ対策の取り組みをしてまいります。この物価高に対する値上げの対策、私たち公明党はこれまでも生活者の目線を政治に反映をさせ、生活者の思いを形にして、これを皆様へのお約束としてさまざまな政策取り組みを進めてまいりました。それはこの物価高の中でも絶対に変えません。必ず生活を守る、家計を守る、そのために全力で戦いを進めてまいります。皆様何卒ご支援賜りますようよろしくお願い申し上げます。そしてまた、この今の日本の大きな課題は少子高齢化。その中で子育て教育に対する支援は国家戦略としていくべきだ。それが私たち公明党の訴えです。例えば古くは義務教育の教科書の無償配布や児童手当という制度も作らせていただきました。そして近年では教育の無償化も進めさせていただいています。幼児教育、保育の無償化、私立高校の授業料の実施の無償化、また配布必要がない給付型奨学金という制度も作らせていただきました。ただまだまだこれだけでは十分ではないところ、しっかりとこれからも子育て教育支援を進めてまいります。例えばまず一つは出産育児一時金、今42万円を支給をさせていただいています。場所によってはこの42万円では全く追いつかないという地域があります。それらも踏まえながら50万円という仕組みをしっかりと作って、これがまず私の一つ目のお約束です。そして給付型奨学金、今は低所得の世帯の子どもさんを対象にさせていただいています。これをさらに広げていくためにも、中所得の世帯でもしっかりとまずは拡充をしていく。そしてまた高所得の世帯であっても多子世帯など子どもさんがたくさんいる、教育のお金がたくさんかかって大変だ、そういう世帯でもしっかりと対象としていく。そしてまたもう一つの約束は医療費、子どもの医療費、今は市町村の努力で各地ごとに何歳まで無料か、また入院だけか通院までかということも決まっています。これらも含めて全国どこにいても安心して子どもたちを病院で診てもらうことができるように、高校生までの医療費の無償化、これも必ず支援をしてまいります。これらも含め子どもたちの未来をしっかりと守る、私自身子どもの未来を守るための取り組みとしてヤングケアの問題の取り組みを進めてまいりました。誰一人取り残さない社会を必ず築くために全力を尽くしてまいる決意です。今回の参議院選挙はこれらも含め経済を回復していくことや、また外交防衛であったり、さまざまな大きな課題が突きつけられて、その政策をどの政党に任せるのか、どの政治家に任せるのか、これが問われている大変大事な選挙です。だからこそ安定した自公連立政権で責任のある政策を一つ一つ確実に前に進めさせていただきたい。そしてこの兵庫選挙区では人を環境を抱え、人を抱えに働かせていただきたい、その思いでいっぱいです。今まだ定数さんから弾き飛ばされている大変苦しい状況ではありますが、絶対に逆転をしてまいります。負けるわけにはまいりません。何とぞ皆様力強いご支援賜りますようよろしくお願い申し上げます。本日は大変にありがとうございました。ただいまのお伝えは公明党公認自由民主党推薦伊藤孝恵候補でございます。それでは皆様、伊藤孝恵危うく、伊藤孝恵負けるな、
自由民主党様より、自由民主党茂木敏充幹事長が伊藤孝恵の応援に駆けつけていただきました。それではご挨拶を賜りたいと思います。西宮の皆さん、こんにちは。自民党幹事長の茂木敏充です。今日は大雨を覚悟してこちらに伺いました。しかし伊藤孝恵さん、そしてご支持をいただいている皆さんの心がけがいいかと思います。快晴に恵まれました。ただその分暑いですから、日陰に行ける人は日陰に入ってください。それから水分等々十分注意していただければ、こんなふうに思っております。今回の参議院選もいよいよ残すところあと5日間と迫ってきました。今回の参議院選で自民党は有党である公明党から2期目を目指す伊藤孝恵さん、この情報選挙区で伊藤孝恵さんを自信と責任を持って推薦をさせていただいております。伊藤さん、弁護士時代もホームレスの方が大変困ってらっしゃる、この支援に献身的に取り組んできました。そして国会議員になってからも誰一人取り残さない社会を実現する、さまざまな対策も進めてきたところであります。そして自民党と公明党、さまざまな政策協議を進めております。そういった中で私と公明党の石井幹事長の間でさまざまな枠組みを作るヤングケアラー、今ちょうど若い子どもたち、学生が家族の世話をしなければならない、介護をしなければならない、なかなかそのために学業であったりとか放課後の活動ができない、本当に困っている、深刻な問題になっている、このヤングケアラーの対策をどうするか、実務の責任者としてまとめてくれたのが伊藤孝恵さんであります。そしてワクチンの接種の加速、これについても積極的に検討に立って取り組んでくれました。日本で最初の新型コロナの感染が確認されたのが一昨年の1月の15日、コロナとの戦いも2年半を超えます。ただ医療関係の皆さん、さまざまな皆さんの献身的な取り組みもあって、どうにかここに来て、この西宮の宮もそうだと思います、感染の状況、落ち着きつつあるわけであります。これからどうしていくか、それはワクチンの接種を加速をする、さらには治療薬を確保する、そして地域の医療体制をさらに拡充する。こういったことによって、ウィズコロナの下でも経済社会活動をしっかり守っていけるような体制を作っていくことなんだと思っております。中国の上海のようにですね、街全体を封鎖してしまう、人も一歩も家から出さない、こういうゼロコロナ政策、これは現実的ではない、こういうことが世界から証明をされております。大体ゼロコロナ政策やってるところって3つしかないんですよ。一つが中国、もう一つが北朝鮮、さらに3番目がこの国の日本の立憲民主党という政党であります。うまくいくわけない、そんなふうに考えているところであります。2月24日ロシアが日本にウクライナを占拠して侵略を始めて4ヶ月以上が経ちます。まだまだ厳しい状況が続いている。我々は祖国を守るため、家族を守るため、必死に立ち向かっているウクライナの人々と共にやりたい、その支援をこれからも強化をしていきます。ウクライナ情勢が緊迫化することによって、ただ原油の値段、物価の値段、これも世界的には高騰していくところであります。ガソリンの値段高いな、こんなふうにお感じになる皆さん多いと思います。それでも日本の場合、このガソリンの値段が急に上がってしまう、この高騰対策、激変緩和措置というのを世界に先駆けて取らさせていただきました。
これも自民公明の政策要求の合意の結果を踏まえて政府として決めたものであります。それによってこのガソリンの値段高いですけど、それでもヨーロッパの国と比べると2割ぐらい安いところを抑えています。今リッター代の補助金も38円まで投入する、こういった形でガソリンの値段の高騰を抑えます。また食品の値段が値上がりをする、パンが上がった、食用油が上がった、さまざまな値上がりがあります。例えば小麦、日本の小麦は残念ながら 85% は海外からの輸入です。まずは政府が買い上げて、それを製粉会社に売り渡す、こういう制度ですけど、現在は小麦値段が上がっておりますから、政府が輸入した価格よりも安い価格で製粉会社に売り渡す、こういった措置を取ることによって少しでもですね、小麦であったり食パン、関連する食品のですね、値上がりを抑えようと、こういう取り組みをしております。ですから今アメリカ、ヨーロッパ物価が 8% から 9% 上がっている、日本はその4分の1にどうにか抑えることができております。ただ物価、この上昇は家計を直撃しますから、さらなる対策しっかりと与党として立てていきたいと思っております。今回の物価の高騰、原因は2つなんです。1つはガソリンであったり電気代、エネルギー関係が上がっているということです。そしてもう1つはさまざまな食料品の値段が上がっている、この2点にターゲットを当てて効果的な政策をスピーディーに打ち出していきたいと思っております。そのためにすぐにでも使える予備費 5.5 兆円確保して、この参議院選後も必要な分野にスピーディーな効果的な対策をしっかり自民公明両党で政府で打っていきたい、このように考えております。拍手を続け一遍にしていただけると大変ありがたい、こんなふうに思っております。ありがとうございます。野党の皆さんもここに来て物価が大変だ、物価対策をやれ、こういう話をしているようです。ただ国会でどんなことが起こったか、先ほど私が申し上げたガソリンの値段を低く抑えるための対策、さらには機動的な対策を打つための 5.5 兆円の予備費、この補正予算に野党の皆さん、立憲民主党も維新もさらには共産党も反対したんですよ。物価対策には反対していて、物価が大変だと言われても困るんですよ。この物価問題をとっても確実な政策を実行していく自民党、公明党、与党がいいのか、それとも不安だけ煽って何ら実態のある効果的な対策を打ち出さない野党がいいのか、これがまさに問われているのが今回の参議院選挙だと思っております。そしてもう一つ、我々はこの日本の経済、そしてこの西宮、兵庫の経済をもう一段高いレベルに引き上げて次の世代に引き渡していく、そういった責任を負っているわけであります。そのために進めているのが岸田総理が提唱している新しい資本主義ということになります。新しい資本主義、何を言われるのか、一言で言うと投資を拡大していくということであります。どんな分野に拡大するか、今成長しているデジタルの分野が一つです。そして環境問題に対応していく環境技術再生可能エネルギー、いわゆるグリーンと言われる分野がもう一つです。さらに一番大切なのが人への投資なんですよ。人への投資をさらに活性化することによって賃上げも来年も再来年もきちんとできる、さまざまな分野の人材のスキルを上げていく、能力を上げていく、こういったことを進めていきたい。そして次の世代、若い世代への投資なんです。まさに伊藤孝恵さんが強調していた点であります。子育ての支援の問題、さらには幼児教育の無償化、これは私が担当大臣の時に公明党の皆さんからの強い要望を受けて実現した施策でありますが、こういった子育て支援、また給付型の奨学金の拡充、そして教育の無償化、さらに前に進めていきたい、こんなふうに考えています。野党の皆さん、いろんな話をしますけれど、野党から成長戦略の話をお聞きになったことありますか？ないでしょう。成長戦略ないんですから。
アベノミックスがダメだとかいろんなお話は聞きますけれど、一番ダメだったのは旧民主党政権の時代ですよ。あの時も一番日本経済悪くなったんですから、自分たちがガタガタにしておいてですね、今経済が大変だなんていう資格はないんですよ。成長戦略、未来への投資をとってもですね、与党がいいのか野党がいいのか、これが問われるのが今回の参議院選だと思っております。伊藤孝恵さん、間違いなく地域のさまざまな声をしっかりと吸い上げ、声を聞くだけではなくてそれを実現する力を持っている情熱を持っている政治家が伊藤孝恵だと思っております。政治家こんな風に聞いております。ぜひ皆さんのお力で再び参議院の国政壇上に我々自由と公明党の本当に頼もしい仲間であります伊藤孝恵さんを押し上げていただきますこと、心からお願い申し上げまして、私の応援の言葉とさせていただきます。伊藤孝恵、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。大変にありがとうございます。今のご挨拶は茂木敏充自由民主党幹事長でございます。伊藤孝恵は日本を前へ、そして皆様の真心の実現のために全力で総理の方々が捉えます。伊藤孝恵を立たせてください。伊藤孝恵を押し上げてください。伊藤孝恵、伊藤孝恵、伊藤孝恵、どうかよろしくお願い申し上げます。以上をもちまして伊藤孝恵の大公演説会終了させていただきます。熱い中皆様、本当にありがとうございました。市民の皆様には大変スマイクでお参加といたしました。ありがとうございます。2階からもありがとうございます。ありがとうございます。こちらも